い、みなさんこんにちは。さあ、今回はキューティック2スパイラルカッターヘッドベンチトップの10インチジョイント、この機械をですねご紹介してみたいと思います。このマシンですね、今年の5月に新たに導入したものなんですが、前回の動画をご覧になられた方は記憶に新しいと思います。前回の動画2月でしたね。カーブ、卓上手押しカンナバー、ワイド、両身の小型手押しカンナ機からのバージョンアップとして投稿後に導入をしまして、なかなかですね手応えがある機械ではあったんですが、私が木工の本職として使っていく上でどうしてもですねもう一クラス上のマシンの必要性を感じまして、春前に購入した早々ではあったんですが、5月にですねこのキューティックジョインターと入れ替える運びとなりました。ただこの機械を入手するにあたって、私ども大変にですね苦労しました。このキューティックというブランドですね、これはアメリカのカリフォルニアサンディエゴですね、こういったベンチトップジョインターやプレーナー自動カンナ機ですね、そういった木工機械を専門としているメーカーですね。日本からこの機械を購入する場合はですね、通常は日本のアマゾンだとか、ヤフーショッピングだとかですね、その並行輸入業者を通して、購入することができるんですが、ただですね並行輸入というのは非常に単価が高い。並行輸入品の商品単価というのはアメリカ現地価格の倍額になるんですね。とんでもなくちょっと高いなという思いがあったので、私は世界中のあらゆるこの機械の入手ルートというのを探ってみました。そうしたところ、キューティックツールはですねこの機械をアメリカ本土48州のみで販売をしていて、日本からこの機械を個人で輸入をするというのは、非常に難しいということが分かったんですね。私も半分諦めかけたんですが、ところがですね、アメリカの FBA フルフィルメントバイアマゾンというところから、1週間だけ期間限定でこの機械をアメリカ国外に販売しますという、そういうキャンペーンに巡り合えたんですね。何よりも幸いだったのはカスタマーサポートの素晴らしさですね。非常に感動しました。私の担当ミスターレオン、キューティックツールのレオンさんという方だったんですが、非常に細やかにですね丁寧にいろいろなことをサポートしてくださいました。そのレオンさんに曰く、私はですねこのキューティックツールの日本で最初で唯一のユーザーということらしいです。大変に光栄なことです。レオンさん、サポートありがとうございました。はい、ということで少々前置きが長くなりましたが、今回の動画ですね長編になります。非常に長い動画になりますから、皆さんお時間のある時に、少しずつ小分けにしてもいいと思います。どうか最後までですねじっくりとご覧をいただきたいなと思います。動画のメニューなんですが、まずはこの10インチジョインターのレビューですね。日本のカーブ手押しカンナ版との比較もしながらですね詳しく解説をしていきたいと思います。そして後半はレベリング設定ですね。このタイプの手押しカンナ版ジョインターはインフィードテーブル、アウトフィードテーブル、前後の上板のレベリングが自分でできるんですね。ただ非常にそのレベリングのスキルというのは高い、難しいところ、そこのところですね私職人の知恵を持って特別な内容でお届けをしてみたいと思います。はい、キューティックジョインターレビューをしていきましょう。まずモーターの定格電流ですね、12アンペアモーターを掲載しています。
そしてアメリカ仕様ですので電圧は 60Hz の 120V、 出力 1440W という推移になってます。日本の電圧 100V でそのまま使うこともできるんですが、やはりそのモーターというのは厳密にはプラスマイナス 10V までが許容範囲と言われてますね。それ以上の電圧の誤差が出てくると多少なりともモーターに負担をかけてしまう。ですから私は小圧トランスですね、これを導入しました。日動工業の容量 3kVA の小圧トランスです。小圧 15% と小圧 25%、両方使えるんですが、私は日本の電圧で 15% アップ 115V、 こちらを使って、使用しています。カーブ手押し缶の版のモーターは 12A、 100V の出力 1100W なんですが、約 300W ほどの出力の違いがあるんですね。はい、テーブル寸法ですね。キューティックジョインターカーブ手押しカンナ版ともに10インチなんですが、私の手元にあったカーブ手押しカンナ版のテーブル幅は253ミリでした。このキューティックジョインターのテーブル幅はですね、260ミリをちょっと切れるぐらい、結構余裕がありますね。テーブルの長さはエクステンションサポートを含む長さになるんですが、カーブ手押しカンナ版は844ミリ、キューティックジョインターは864ミリぐらいありますね。そしてエクステンションサポートを最大に伸ばした寸法はカーブ手押しカンナ版は1350ミリでしたね。こちらキューティックジョインターは1370ミリぐらいですね。やはり長いですね。フェンスの寸法ですね、長さが24インチ、610ミリ、の高さは110ミリ、これはカーブ手押しカンナ版と全く同じなんですが、このフェンスをサポートしている強化ブラケットですね、フェンスの後方左右4箇所でしっかりとサポートしてくれます。調整アジャスターがついているのでフェンスの若干の微調整にもちゃんと対応できるんですね。このようにアジャスターを回してですね、アジャスターの位置を変えることができます。これはいいですね。ちなみにカーブ手押しカンナ版の場合はこのテーブル上板後方の側面にサポートをするスタビライザーがついているんですが、直接上板についているのでこの上板のレベルですね、切削の値を変えると、前方上板の高さを変えるとスタビライザーも一緒に動いてしまうんですね。ですからその度ごとにサポートしているスタビライザーを調整しないといけないので、そこはちょっと不便でした。そして何よりも素晴らしいのがこの鋳鉄テーブルの平面性ですね。完璧な平面が出ます。8箇所のレベル調整ネジを持って完璧なレベリングをすることができます。とにかく素晴らしい。そしてこのキューティックの10インチジョインター特に注目してほしいのはテーブルのレベル調整ネジの位置ですね。この8箇所の
レベル調整ネジの位置がマシン本体フレームのすぐ近くにあるということです。手前の方も奥の方も。これは何を意味しているかというと、この常磐テーブルを下で支えているテーブルサポートですね。このテーブルサポートがこのマシンフレームの際のところまでテーブルがサポートされているんですね。これによって非常にテーブルの安定性を高めています。これは非常に優れてます。そしてさらに素晴らしいのは、このマシン本体全体の強度を保つためのロッドシステムが非常に充実しています。このボルトの位置のところがロッドが通っているところなんですね。ここにマシンの前方から後方に向かってロッドが何本も構築されているんですが、この形をしたベンチトップのジョインター手押し金板ですね、この形式のものは世界中にたくさんのブランドが存在していて、そのほとんどのマシンはこのロッドの数が8本なんですね。全部でカーブ手押しカンナ板もロッドの数は8本です。このキューティックジョインター、ロッドの数を数えてみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、他の多くのブランドマシンに比べてロッドの数が多いんですね。この11本のロッドシステムによってより盤石なフレーム強度を構築しているんですね。切り込みのポインター、これが非常に見やすい。切削の深さレベルを見るポインターですね。これは表示がインチとミリ、2種類のレベル表示になってるんですね。非常に見やすい、親切ですね。これは何よりも日本人の私にはこのミリ表示ありがたいですね。はい、続いてはカッターチップ。カッターチップはタングステン超硬派ですね。カーブ手押しカンナ板と同じ4つないし3つ、10インチは全部で20個カッターチップが装備されています。カッターチップですね、私は予備を、1セット10個ですね、純正のものをマシンと一緒に購入したんですが、これはカーブ手押しカンナ板のカーバイドチップですが、このチップは4辺四方すべてが切削カッターになっていて、チップ1つにつき4回の使い回しができるという構造になってました。キューティックのカーバイドチップはこの面とこの面の2面が切削カッター刃先になってます。これはどういう構造かというと、このカッターの刃先、その後方の方が留め代になってるんですね。こちら側も留め代になってます。これはカッターチップの取り付け後方の部分を90度に加工してあることで、カッターインサートの安定性を高めているんですね。加工表面に筋が入ったりとかですね、そういったことがないようによりレベルの高い取り付け構造になっています。はい、ダストポートですね。寸法を見てみましょう。外寸が100ミリ、内寸は 95.5ミリ ですね。そしてオプションのポートを取り付けると
63ミリ。内寸が57ミリですね。これはカーブ手押しカンナ版と全く同じ寸法ですね。はい、マシンの本体重量 42.6kg ですね。卓上型ベンチトップとしてはかなりどっしりとした重さになってます。カーブ手押しカンナ版が 33kg。 カーブのマシンであっても一人で持ち運ぶときはかなり重いなという印象があったんですが、さすがにこのキューティックジョインターは一人ではなかなか持ち運びが難しいので、どうしても持ち運びをしなければいけないときは私はテーブル上板を前後ともに外してですね、パーツをバラバラにしてそれぞれのパーツごとに運んでまた組み立てるという工夫をしています。テーブル上板の潤滑油なんですが、材料を加工するときにスムーズな加工を促すために潤滑油というのをテーブル上板に施すんですが、これまでの両備の小型手押しカンナ機などでしたらテーブル上板がアルミ製なので、こういったシリコンスプレーですね、これを吹きかけて潤滑よくしてきたんですが、私は個人的にですがこのシリコンスプレーは鋳鉄のテーブル上板には相性があまり良くないなという印象があります。実際私どもの木工所の大型の鋳鉄プレーナーですね、そちらの方では麻芯油ですね、これはガソリンスタンドで売られている日赤のスーパーオイル、私のところは使っています。このテーブル上板はやはり鉄ですので、錆びやすいんですね。何よりもアメリカの方ではこの鋳鉄テーブル専用のワックスですね、ワックスがあるみたいなんですが、ワックスよりも気軽でまた確実にこの鋳鉄テーブルの錆を防止して、このテーブルの滑りですね、潤滑よくしてくれるのはやはりマシン油がいいですね。私はこのマシン油をメンテナンスに使っています。このマシン油をほんの少し上板に垂らして、ちょっと多めに出ましたが、そしてウエスで全体にすり込むような感じで全体に慣らすんですね。前方の上板も同じようにですね。そして材料をかけるときには、後方の上板アウトフィードテーブルはよく、拭き取っておくということが大事ですね。材料に油がつかないように後方の上板をよく拭き取っておく。前方の上板インフィードテーブルはまだ材料が削られる前の状態なので、そんなに神経質に拭き取ることはないですね。もちろんある程度は拭き取りますが、ただ後方の上板は特に削った後に材料をボンドなどで接着する場合は油がついていない方がいいですね、材料に。ですからそういう場合は特によく拭き取って材料加工しましょう。さあ、それじゃあ実践加工ですね。削るのはまずは、幅広のヒノキですね、これは地ヒノキ、これを削ってみます。削り代は 0.2mm、幅広の場合はできるだけ削り代は少なめに取る方がいいですね。さあ削ってみます。
さあどうでしょうか。綺麗ですね。全く筋も入っていません。これは節のツボですね。うん、非常に綺麗です。綺麗な加工に仕上がりました。いいですね。はい、次は、直角可燃艇も見ていきましょう。削り代は今度は 0.3mm、 コンマ 3mm で削ってみます。綺麗ですね。非常に細やかな切れ味です。そして可燃艇ですね。うん、うん、問題ない。うん、バッチリ金はバッチリと出ています。 OK です。次はハードウッド、ケヤキですね。このケヤキを削ってみましょう。ハードウッド硬木なので削り代はほんのわずかでいきます。コンマ2mm、 0.2mm で削っています。さて、少し反りがあったので繰り返し削ってみました。うん、いいですね。綺麗です。筋の入り具合とかどうかなという具合に思っていたんですが、全く入ってないですね。綺麗です。はい、いいですね。さて、平面性ですね。進捗性はどうでしょう。うん、非常にいいですね。まっすぐ加工ができました。うん、完璧な進捗性ですね。はい、ということで実践加工ですね、ご覧をいただいたんですが、どこをとってもクオリティが高くてですね、私はこのマシン非常に気に入ってるんですが、一つだけ気になるところがあります。一つだけ難点ですね。何かというと、このモータープーリー、そして
カッターヘッド軸プーリーですね、非常に熱くなるんです。そうですね、 2,3 分機械を駆動しているだけで触れないぐらいに熱くなるんですね。これは本来このようにベルトカバーがついているんですが、少しでも放熱をするために私はこのカバーを外して使っています。実はこのモーター部分、 V ベルト部分ですね、これはカーブ手押しカンナ版と全く同じでした。同じものを使ってるんですね。今夏場ということもあって非常に暑くなるのかなと思わないでもないんですが、カーブ手押しカンナ版の時も全く同じ症状だったんです。カーブ手押しカンナ版を購入した時は冬場2月でした、2月の寒い中に、私のところ北陸ですから非常に寒いんですが、しばらく駆動していると暑くなりました。これはなんとかならないものかなと思ってます。この辺ですね、メーカーさんこれから何か改善策を見つけてくれるといいなと思ってます。さてここから後半はですね、このジョインターのテーブルレベリングですね、本格的なレベリングを解説していきたいと思います。私職人の知恵を持った独自のやり方の説明になります。ぜひ参考にしていただきたいと思います。解説を進めていく上でこの後ろの方ですね、フェンスの部分、そしてブラケット、今ベルトカバー取ってありますが、ベルトカバーももちろん後ろの部分のパーツは全て外した状態でレベリングを行っていきます。そしてですね、レベリングを行う前に、セッティングを行う前にですね、この常磐のテーブルのレベリング状態をわざとにずらしてみて、あまりセッティング精度が良くない状態で材料を削った場合にどういう状態に仕上がるかということをまず検証してみたいと思います。その検証の後にレベリング精度が悪くなったものをしっかりとしたものに戻すということを解説してみたいと思います。はい、現在のテーブル常磐のレベリング状態は完全な平面になっています。はい、ストレート定規を当ててみると分かりますね。全く隙間がありません。光が入っていない状態、はい、全く光が入っていません。少し白く見えるのは常磐そのもの手前の方が少し光ってるからですね。光が入ってきて白く見えるわけではありません。そして光が入るとどういう状態になるかというと、前方の常磐を下げてみるとわかりますね。光が入ってくるのがお分かりでしょうか。はい、今テーブルのレベル設定は完璧な状態なんですが、もしもこのレベルがわずかでもずれていたら、そのずれている状態で材料を削ったらどういう状態になるかということを試してみたいと思います。まずはストレート定規を常磐全体に当てた時に、前方の常磐インフィードテーブルにかすかに隙間がある状態ですね。カッターヘッド側に向かってかすかに隙間があります。この状態のままで材料を削ったらどういう具合になるかということ、実験をしてみたいと思います。
さて、削ってみて、予想外にそんなに悪くはない感じがしますよ。うん。平坦度は、どうでしょう。うん。特に問題はないですね。なかなかまっすぐ平面が出てますよ。うん。これぐらいの常磐の誤差であれば特に問題はないということですね。切削の後のチップの筋の後ですね。とりわけ目立った筋は入ってないんですが、厳密に見るとかすかにですね、筋が入ってます。はい、今度はですね、アウトフィードテーブルのレベリングを強めにずらした状態で削ってみたいと思います。先ほどはこのインフィードテーブル前方の常磐がわずかにずれている状態だったんですが、その状態にプラスアルファでさらに後方の常磐もレベリングをずらしたという形になっています。今状態はですね、前方の常磐インフィードテーブルがカッターヘッドに向かってわずかに下がっています。そして後方常磐アウトフィードテーブルがカッターヘッドに向かって強めに下がっています。暗くすると分かりやすいですね。大きな段差が最後に入りますね。お分かりでしょうか。大きな段差最後に入ってます。全体的には悪くないけれども、やはり一番最後、この一番最後のところへこむんですね。あとはこの最後のところ以外は、うん、特に問題はないですね。はい、ということで今ですね、この常磐テーブルの設定が少しずれた状態で材料を加工した場合にどういう感じになるかということをやってみました。削った材料はこれは、エゾマツの、板ですね。寸法は長さが420mm、幅が185mm、厚みが35mm ちょっと切れるぐらいですね。削ってみて、これぐらいの常磐の範疇で収まる材料であれば、正しい削り方をすればおおむね大きな影響はない。その常磐テーブルの設定が、少しずれていたとしてもですね、少しの影響は確かに出るんですが、おおむねまずまずの精度の加工になるということは分かりました。もちろんこれというのは正しい加工ができていればということですが、私の動画手押しカンナの基本の中でも、
説明をしています。後方上盤アウトフィードテーブルが材料の絶対的形を決めるということが基本なんですね。ですから、削るときはですね、少しワークショップになりますが、材料が手前にある状態からこの後方上盤の水平性を意識するということですね。意識をしながら後方上盤に沿った後方上盤に沿った押さえ方をしながら削る、これが正しい手押しカンナの削り方なんですね。これだけはしっかりと覚えておいて、加工するならば多少の上盤のズレがあったとしても、もちろん少しの影響は出ますが、おおむね精度のいい加工になるということですね。もちろんそれというのはこれぐらいの材料であったからということもありますね。やはり例えばその大きくですね沿ったものであるとか、あるいははるかに長い長尺ものであるとかですね、もしくは大きく曲がりのある材料であるとか、そういった材料を加工する場合は、正しい削り方を意識していても精度の出た、加工は難しいと言えますね。ですから完全な、精度の加工をするためにはやはり完璧な常磐テーブルのレベリング設定ですね。はい、ということで本格的な常磐テーブルレベリングをやってみたいと思います。はい、これから常磐レベリングの解説をしていくんですが、メーカーが推奨しているレベリングセッティングの仕方というのがあります。カーブ手押しカンナ版でもそうですね。メーカーさんが取扱説明書の中で分かりやすくですね、推奨されるレベリングセッティングの仕方解説をされています。このキューティックツールもですね、取扱説明書の中でもちろん解説もされていますし、また YouTube チャンネルですね、キューティックツール公式の YouTube チャンネルの中で前方上盤そして後方上盤それぞれに分けて詳細な基本的なレベリングのやり方というのを解説しています。概要欄の方にそのリンクを貼っておきますので、その基本的なやり方というのはぜひそちらを参考にしてみてください。まずメーカーさんが推奨されているテーブルレベリングというのはどういうものかというと、スパイラルカッターヘッドタイプの手押しカンナ板ジョインターですね。基本の常磐レベリングというのはそのカッターチップの高さ、これに後方常磐レベルを合わせる、これが一般的な常識的なレベリングのやり方なんですね。そしてカッターチップの高さに後方常磐レベルを合わせた後に、その後方常磐レベルに前方常磐レベルを合わせてテーブル前後をですねまっすぐにセッティングするというやり方ですね。ただこのスパイラルカッターヘッドタイプの手押しカンナ板ジョインターというのは完璧なセッティングができていないと削った材料に筋が入るという課題があります。その課題問題を解決するために、はい、私職人の知恵を持って今一歩踏み込んだレベリングですね。どういうやり方をするかというと、まずカッターヘッドの水平性を見ます。そのカッターヘッド軸の水平性から先に前方上盤レベルを合わせます。
そしてその前方上盤レベルからカッターチップの高さを割り出します。その割り出したカッターチップの高さに後方上盤を合わせるんですね。はい、それじゃあ早速進めていきましょう。はい、セッティングツールリスト説明をしていきましょう。まず上盤レベリングの一番要になるのがこのストレートエッジですね。皆さんご存知だと思いますが、限りなくまっすぐであること、進捗度を測定するものなんですね。実はですね、このストレート定規、これは私が自分で作ったものです。限りなくまっすぐに正確にレベリングされた工業用の手押しカンナ板で、木材を限りなくまっすぐ加工したもので、作りました。自分でこのストレートエッジを作る場合に注意しなければいけないのは、まず、完全に乾燥した材料であることですね。そして加工する材料の目がですね、できるだけ正目の通ったもの、目がまっすぐに通ったものを使うということですね。要は削った後から反りが来ない材料ということなんですね。せっかくまっすぐに加工しても後から反ってしまうのではストレートエッジの役割を果たしません。ここはしっかりと押さえておきましょう。その狂いが少ないと言われる修正材ですね、そういったものを使うとより正確なストレートエッジが作れるのかなと思います。はい、これは鋳鉄製の重り、重さはですね 2,3 キロぐらいあるのかな。これは実は私が長年使ってきた直角二面のプレーナーですね。そのプレーナーの材料を送りローラーに組み込まれていたもの、部品だったんですが、もともとは周りにゴムがついていて、そのゴムがダメになってしまったので、それを重りに流用しました。こういう重りというのは、よく枕型ブンドというものが市販されてますね。そういう重りであるとか、あるいは鉄割れなんかもいいのかなとも思うんですが、鉄割れはちょっと細長く重さが分散されてしまうのかなというところがあるので、できればこういう具合に一握りに重さが集中する重り、鉄の重りですね、そういったものがあるといいですね。この重りはセッティング中に上盤テーブルが外れてしまわないように、より正確なレベリング状態を進めていくために必要です。はい、これはデジタル水壁、私はアマゾンで購入したものなんですが、メイドインチャイナですね。中国製なんですが、そんなに高くないものですから、ぜひこういうものがあるといいですね。はい、これはシックネスゲージ、その隙間レベルを測定する、金属のヘラですね。私が持っているものは9サイズに分かれてますね。こう見るといいのかな。コンマ30と書いてあるのは0コンマ3ミリですね。そして0コンマ15から、一番薄いものは0コンマ04、100分の4ミリということですね。もうちょっと広げてみましょう。私が主に使うのは、コンマ1ミリ、そしてコンマ05ミリですね。10分の1ミリと100分の5ミリ。この辺を私は使います。はい、それから、
これは常磐固定ネジのレンチですね。カッターチップの取り外しにも使うものですね。はい、六角レンチ。これはカーブ手押しカンナ版では常磐テーブルのレベリングに使うレンチです。これは、10番のマイナスドライバー、キューティックジョインターのテーブルレベリングに使います。この先が10ミリのドライバーというのは、日本のホームセンターなんかにはなかなか、売ってないんですよね。あちこち探してみたんですが、ですから、8ミリタイプのマイナスドライバーを買ってきて、先をグラインダーで削って10ミリに私が自分で加工しました。これで、キューティックジョインターのテーブルレベリングを行います。はい、そしてこちらセッティングツールリストに付け加えるものになります。これはカッターヘッドの長さ分の小さいストレートですね。カッターヘッドの長さ分なので長さが約250、そして幅が、この幅は均等にですね、左右正確に均等であることが必要です。はい、25ミリですね。25ミリ、そして厚みが、約11ミリ、こういった小さいストレートですね、用意をしましょう。はい、それからこれはパイン修正材なんですが、板材ですね。正確にまっすぐな板材です。正確に加工してあります。これを2枚、カッターチップの高さを、測定するために使います。前方常磐を基準にこの板材を削って、そこからカッターチップの高さを割り出します。おおよその寸法でいいので、こういう感じのもの、まっすぐ加工された板材ですね。メガワークバ修正材がいいです。用意をしましょう。さて、これからレベリングを行っていくんですが、まず大切なのはマシンの設置状況ですね。できるだけ水平な場所に設置をする。そして水平な場所に設置をした時に、このマシンを設置している台ですね、乗せている台がぐらつかないように、特にキャスターなどを台に取り付けている方はですね、気をつけてほしいんですが、この台ができるだけぐらつかないように、下の方にくさびを打つとかですね、そして台に当て物をするとかですね、このマシーンがぐらついたりしないようにしっかりと盤石にですね、設置をしましょう。はい、まずは常磐テーブルの構造ですね。どういった構造になっているのか、テーブルを外して確認をしてみたいと思います。テーブルが外れないように重りを置きます。重りはカッターヘッド側に置くといいですね。
はい、一旦重りを外して、まずは前方序盤を外します。これが結構重いですね。この手押しカンナ板ジョインターのウエイト、その大半を占めているのがこの鋳鉄製の序盤テーブルなんですね。はい、後方も外しましょう。さ、これが、後方の上板、裏に返してみましょう。レベリングをする要になるネジですね。上板レベルの構造ですね。上板調整ネジを締めていくと調整ネジが下がっていってテーブルを押し上げて上板が高い状態になるんですね。そしてこの調整ネジを緩めると調整ネジが上に上がっていってテーブルそのものは低くなるという構造になってます。はい、前方後方すべてのレベリングネジを一番低く設定しておきます。今度はカッターヘッドの真ん中あたりのカッターチップを1枚だけ外します。カッターチップを一つ外したら、その外したカッターヘッドを少しだけ戻して、カッターチップの高さを高い状態にします。このレーンのカッターチップの刃先に小さいストレートを当てるんです。はい、ブロックの真横から見るとこういう感じですね。そしてチップの刃先に当てたストレートに水平器を置いて水平レベルを見ます。 0.05 ですね。0.05、 0.05 と0を行ったり来たりという感じでしょうか。そうですね、おおむね0から0.05 ですね。うん、はい、カッターヘッド軸の水平レベルですね、 0.05 という値でした。そしてブロック軸の垂直度における水平軸もチェックしておきましょう。私はですね、このテーブルサポートに収まるぐらいのまっすぐな端材、これを用意して、そしてこのテーブルサポートのところ奥の方と手前の方とそれぞれ端材を渡すように置いてみて、そしてそれぞれのところのレベルをですね、測定、念のため真ん中の方も測定しています。今ちょうどゼロの値になってますね。
いい感じです。うん、いいですね。はい、これで横軸の水平性は OK ですね。はい、そして測定が終わったら必ず外したカッターチップは戻すことを忘れないようにですね、これを戻すのを忘れてしまって外れたまま電源を入れてしまうと、カッターヘッドを駆動させてしまうと、大変なことになりますね。これ一つないだけで非常にバランスが悪くなるので、音なんかも非常に変わった音になるんじゃないかなと思います。外したカッターチップは必ず忘れずに戻しましょう。はい、テーブルを戻していきます。ネジ締めは今の段階ではほんの軽く止めておくだけですね。はい、前方後方両方の常盤テーブルが戻った状態ですね。ここで前方の常盤に一度水平器を置いてみましょう。現在の状態どうでしょう。先ほど測定したカッターヘッド軸レベルと同じ推移になってますね。それじゃあ垂直度における、横軸のレベルはどうでしょうか。さあどうでしょう。ゼロですね。いいですね。先ほどテーブルをつける前と同じ推移ですね。はい、今理想の推移ではあるんですが、ここから本格的にカッターヘッドの水平性に前方常盤レベルを合わせるという作業を行っていきます。はい、常盤が倒れてしまわないように、外れてしまわないように重りを置くんですが、何か小さい端材を置いて重りの台にするといいですね。常盤がテーブルが傷つかないようにこのように置きます。できるだけ重りはカッターヘッドに近い場所ですね、真ん中寄りに置きましょう。今テーブルの固定ネジはすべて軽く締まった状態になってます。まずはテーブルの奥の方ですね、奥の方の固定ネジ2本だけ外しましょう。そしてテーブル手前の方の2本はある程度緩めた状態に、完全に外さないである程度緩めた状態にしておきましょう。そうですね、2、3回転ぐらい緩めておくといいでしょうね。そして固定ネジを外したところのレベル調整を1回転だけですね。今一番低い状態ですが、1回転時計回りに高くしておきます。半回転。1回転ですね。はい、こちらも同じように時計回りに半回転、1回転ですね。はい、1回転レベルを高くしたら固定ネジを戻します。はい、完全に締めてしまわないで2、3回転緩めた状態ですね。そしてこちら側を外しましょう。
手前の方も外したら、先ほどと同じように手前の方もレベル調整を時計回りに1回転高くしておきます。時計回りに半回転1回転ですね。はい、次はこのまま作業を進めてもいいんですが、念のためですね、外した固定ネジを、逆に戻しておきます。なぜかというと、今そのレベルを1回転高くしたことによって、この固定ネジの位置ですね、ずれてないか、再確認のためにそういう意味合いで、ネジを入れ替えておきます。ちょっと手間がかかりますが、念のためやっておくといいですね。はい、2、3回転緩めたような状態で、はい、再びテーブル奥のネジを外します。はい、水平器を置いてみます。この辺でいいかな。はい、この状態でこの常磐テーブルのこの固定ネジ4箇所ありますが、その対角線上に手を置いてみて、テーブルを軽く押してみます。ガタつきがありますね。反対側は、私のこのマシンの場合、こちら側ですね、ガタつきがあるのは、こちら側は動かない。このガタつきがある方のレベリングネジがテーブルサポートに対してどちらかが浮いているという状態なんですね。水平器を置いてみて、この対角線上の固定ネジのところ、どちらが低いのかということを見分けます。少しですね、テーブルを後ろの方から持ち上げてみると、水位が変わったりしますね。ちょっと持ち上げると、水位が変わります。ちょっと持ち上げると、水位が変わります。後ろを持ち上げると正しい水位になるということは、こっちの方が低いということですね。これを調整します。はい、わずかに上げて、はい、今いいですね。さあ、ガタつきはどうでしょうか。うん、ガタつきもなくなりましたね。反対側も念のためにチェックします。うん、いいですね。はい、横軸のレベルもチェックをしておきましょう。どうかな。はい、いいですね。 0.0 OK です。はい、この状態で前方常磐インフィードテーブルの固定ネジをすべてきちんと止めます。はい、外してあった固定ネジ、奥の方ですね。まずは軽く止めて、手前の方もですね、緩んでいた分を軽く止めて、そしてマス締めをしましょう。マス締めは一気にするのではなくて、少しずつですね。そしてギュッと締めてしまわないで、軽く締まっている程度に収めておきましょう。あまり締めすぎない方がいいですね。キュッと止まっている程度
でいいのかなと思います。はい、マス締めをした時点でもう一度レベルを見ておきましょう。はい、いいですね。はい、カッターヘッド軸に対する水平は、はい、いいですね。はい、これで一旦ですね、前方上盤インフィードテーブルのセッティングを良しとしましょう。はい、次の作業ですね。次はカッターチップの高さを割り出すために、今レベリングセットした前方上盤を基準にしてこの板材を削るんですが、ただ今この状態はフェンスがついていませんね。そして安全ガードもついていません。このままで加工すると非常に危険です。ですからフェンスを取り付けて、そして安全ガードは必ず取り付けた状態で作業を行ってください。そしてこの板材は立てて削るんですが、ちょうどこのカッターヘッド真ん中芯のカッターチップのところを削ります。ですからこのフェンスは真ん中のカッターチップのところまで、持ってくるんですね。真ん中あたりは、130ミリに近いところですね。テーブル削り代はそうですね、2ミリぐらいで削りましょう。おおよそ2ミリぐらい。削り方なんですが、通常の手押しカンナというのは材料に平面を出すために後方の上盤アウトフィードテーブルを基準にして削りますね。けれども今回の目的はあくまでも前方上盤インフィードテーブル基準にしたカッターヘッドの高さを割り出すということが目的です。ですから削り方は後方上盤を基準にして削るのではなくて、あくまでも前方の上盤を基準にですね、インフィードテーブルを基準に削るということです。そして気をつけていただきたいのは、今後方上盤アウトフィードテーブルの状態というのはカッターチップの高さよりも低い状態になっています。通常はカッターチップの高さと同じレベルにセットしてありますが、今現段階では低い状態です。ですからそういう状態で通常の後方上盤を基準にした削り方をすると材料が非常に不安定になって危険な状況になりやすいということですね。あくまでも前方上盤を基準にして削るので、削るときに材料を押さえているこの自分の手をですね、カッターヘッド軸よりも向こうへやらないということですね。削っていって材料は後方に行ってもあくまでも押さえている手はカッターヘッド手前に留めておくということですね。そうすることによって前方上盤インフィードテーブル基準に削ることができます。また安全面でも、これは必ず守ってほしいですね。ここはしっかりですね、留意された上で加工を行ってください。はい、削るのはこの板をですね、どこまで削るかというと後方上盤の真ん中あたりですね、ちょうど、後ろの固定ネジがあるところ、この辺まで、この辺りまで削ります。
はい、削った後の状況ですね。はい、お分かりでしょうか。この削れたラインですね、上のこのラインがカッターチップの高さなんですね。この隙間が後方常盤アウトフィードテーブルの低くなっている部分、この隙間を埋めるわけなんですね。はい、それじゃあここからは、このマシンを窓際の方、光の当たる方へ持っていって、逆光状態でセッティングをしていきます。より隙間レベルを正確に見分けるために逆光状態でセッティングをするということですね。はい、次へ進みましょう。逆光状態で光を遮ることがないようにフェンスを外します。ベルトカバーも外します。これで光を遮るものはないですね。それからテーブルのセットレベルは先ほどの2ミリのままですね。この状況のままでレベリングを行っていきます。さあ、前方常盤、この板材を当てて、今度は後方常盤アウトフィードテーブルのこの隙間を埋めるんですね。この隙間を埋めてカッターチップの高さに後方常盤のレベルを合わせます。インフィードテーブルをセッティングした時と同じようにですね、手前の固定ネジを 2,3 回転緩めて奥の固定ネジを外します。そして奥の方にですね、削った板材を当てて、そしてこの隙間を見ながらレベル調整ネジを調整していくんですね。奥の方の調整はひとまずとします。そして手前の方もやってみます。はい、一旦ネジを入れ替えましょう。はい、手前を外します。今度は手前の方に板を置いて、同じように真横から覗きながら、ほんの隙間が残るぐらいがいいですかね。はい、作業を繰り返します。再びネジを入れ替えます。今度は手前に板を置いたままで、奥の方にもう一枚同じように削った板を置きます。今度は手前側と奥の隙間を総合的に見ながら調整をします。わずかに上げる、わずかに上げていく、わずかに上げる。はい、この状態でネジを入れて、今度は遊びなくですね、軽く締めてしまいましょう。板材を置いたままで重りを外します。
はい、手前のネジを外します。さて、板材を置いてみて横から見ながら調整をします。調整は後ろ側から上げるのがコツですね。そうするとカッターヘッド側のネジが軽くなるんですね。遊びができます。遊びの分だけ当たりが来るところまで締めたらいいんですね。さて、こちらもネジを入れます。軽く締めて、もう一度奥を外します。この片方のネジは当たりが出るところで止める。マス締めはしないでください。きつく止めないで当たりが出たところで止める程度に止めてください。ほぼ光が見えない状態になったら、外れている固定ネジもすべてつけます。軽く止まるところで締めておきます。ここで登場するのがシックネスゲージですね。シックネスゲージのこれを使います。そして隙間レベルを見るんですね。うん、入りません。全く入らない状態。前方の常盤も確かめてみます。前方の常盤のこの設定レベルは削った時のままですね。2ミリでこの板を削りましたから、その時のままレベリングがある程度終わるまでは2ミリという数位設定レベルは変えてはいけないですね。はい、手前も入りません。マシンの奥の方で、はい、ゲージを確認してみます。うん、ほぼ入りませんね。頭がほんのわずかに入りかけるところがあります。これはわずかに、ほんのわずかにですね、隙間があるという印になりますね。うん、入らない。マシン手前の方は、うん、全く入らない。うん、ほんの少し入りかけるところをわずかに微調整してみましょうか。手前のネジをわずかに緩めて、ほんのわずか、重りを乗せないのでほんのわずか緩めてください。はい、奥の方は外します。後ろのこの辺りですね、後ろの方がわずかにゲージが頭が入りかけるという感じだったので、
ほんのわずか、ほんのちょっと手を動かすぐらいですね。この状態で手前のネジを当たりのあるところで止めて、板材を置いてみて、ゲージを、入りかけていたところが、入りかけていたところが入らなくなった。さあ、これでもう仕上げという時に、もう一度重りを置いて、手前のネジを2、3回転緩めて、乗盤にガタつきがないか、乗盤にガタつきがないかチェックをしておきます。いいですね。さて、これで固定ネジを締め終わったら OK です。はい、マス締めはほんのわずかキュッと締める程度、キュッとキュッとですね。さあ、微調整の結果、いいですね。どこも入らない。いいですね。さあ、そしてレベリングの最終チェックはストレートエッジですね。ストレートエッジを置いてみて、インフィードテーブル前方上盤の設定レベルを0にします。さあ、どうでしょう。後方上盤は全く入りませんね。はい、前方序盤は、インフィードも全く入りません。全く隙間がない完璧な平面が出てますね。傾斜で見ても、完璧ですね。レベリング設定終了です。さて、ヒノキの板ですね。このヒノキの板を削ってみたいと思います。削り代はコンマ3ミリぐらい。さあ、切れ味はどうでしょう。ああ、いいですね。全く筋が入っていません。どうでしょう。もうちょっと明るく、非常に綺麗な切れ味ですね。全く
縦筋は入っていません。うん、問題なし。世界のクオリティ、キューティックスパイラルカッターヘッド、ベンチトップの10インチジョイント、お届けをしてまいりました。皆さんいかがでしたか？このキューティックジョイントはですね、ぜひとも購入してみたいと思われた方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、もしも購入をされるのであれば、並行輸入ではなくてメーカーのキューティックツールに直接コンタクトも取れるような方法で入手できるのが一番良いと思います。なぜかというと、並行輸入は購入はしやすいですが、購入した後ですね、例えば追加のカッターチップであるとか予備の部品とかですね、あるいはマシンが故障してしまったりとかですね、そういった時のサポートというのは並行輸入業者さんは、取り合ってはくれないんですね。そこのところを、ご留意した上で、何かですね、入手の方法を探ってみられることをお勧めいたします。とにかく日本からの購入はいろいろなリスクがあるんですが、私もそこのところは覚悟した上で入手をしたんですが、幸運にも何事もなく購入することができました。また日本ではカーブ手押しカンナバンですね、これからそちらの方を購入をされるという方は、とてもこのキューティックのジョイントと形式がよく似ていますので、ぜひですね、参考を活用していただければと思います。はい、ということで今回大変に長い動画になりました。最後までのお付き合いありがとうございました。またお会いしましょう。